はい、お疲れ様です。マッピーです。モーセということで、今回はこちら、はい、こちらでございます。ちょっとね、あえて何も言わなかったんですけど、今回この10日のメリオダスということで、こいつを使っていきます。こいつね、VC がないという、CV キャラクターボイスがないんですけど、これはね、魔人化したメリオダスは喋らなくなるっていう設定があるっぽいですね。原作全然知らないんで、本当ににわかで申し訳ないんですけど、ということでキャラクターボイスなしのね、このメリオダスなんですけど、まあ、スキルもコンボも暗黒ってことで、暗黒といえばね、まあ、自分の手駒を呪ってみたいなイメージあるかもしれないんですけど、もともとは相手の手駒を呪うっていうスキルですからね、通常攻撃のね、この倍率かけつつ、まあ、相手を呪うことができると。でこのメリオダスについては、相手のキャラ駒ね、キャラ駒じゃないわ、手駒か、手駒を2つ呪いにするのと、コンボスキルで1つ呪いにするのとって感じで、まあ、両面 1.5 倍かかってて、ね、通常攻撃アップっていう感じなんで、捕食マナグリーと相性いいってことでね、このマスティマリーダーで今回やっていくんですけど、まあ、このメリオダスに飽き足らずね、日常のレーナダリアまで入れました。これね、メリオダス欲しいなーって思ってた時に、この日常レナダリアの登場によって、ああ、ちょっとこれも両面暗黒持ってんじゃんってことで、こっちもね結構注目されてたんですけど相手の手駒ね、ランダムで1個呪い、ね、コンボスキルも一番右を呪うっていう感じなんですけど、ただね、スキルもコンボもね、この倍率はレナダリアちょっと高めに設定されてるってところで、まあそうですね、呪いの部分が多いのか、まあそうじゃないのかっていう感じなんですけども、これも両方入れちゃってね、めちゃめちゃ呪ってやろうかなと思いますね。で、あとパズズとメドゥーサの採用なんですけど、ベルゼブブ抜いたことによってね、ちょっとフィニッシュ大丈夫かなという不安はあるんですけど、まあ呪いでも火力出せるし、その辺は、まあ、気合でなんとかしようかなと思いますということでやっていきましょう。やっぱね、ベルゼブブね、超強いんだけど、個人的にね、まあ、パズズは外せなかったかな。コンボ2倍出せるのも強いし、HP も超高くてね、捕食も強いってことで、ちょっとパズズは抜けなかった。で、メデューサかベルゼブブってなった時に、まあ、僅差で、ちょっとメデューサ取ったって感じでございます。ということで、このデッキでいきましょう。はい、いけます。よろしくお願いします。まあ、メリオダスはね、7つの大罪の主人公ということで、合ってるよね、合ってると思うんですけど、まあやっぱこいつはね、通常攻撃アップっていうのはあるんだけど、捕食マナグリじゃなくてもね、全然使える性能なんですよね。全然使える。もう普通にマタンとかにポイって入れちゃってもいいんだけど、早速引いてくれたんでね、とりあえず、打っときますわ。よいしょ、さあ何も喋らないと。で、これで、ね、捕食入れながら、手駒呪ってほしいな、オーラの、あ、ダメか。まあでもこれで呪いでもダメージそのまま入るし、相手にね、まあ、呪いをね使わせるっていうところで、まあ、あの相手の手駒干渉なんでね、それはそれでもやってること十分強いっていう感じでございますね。はい、X 打ちってくると、これあれだな、右2枚残してんな、怖いな。これ取らせてコンボ狙わせてって感じの香りもするなこれちょっとなんか相手に新しいコンボ動作に組ませたくねえな。バホメットとか持ってんのかな。まあとりあえずセヘルこっち行きますか。よいしょ、さあコンボスキルバフで、これマイティーかな、多分この駒は違うと、まあ、オッケー。さあこれでさらに呪って、おい、来たー、オーラ呪っちゃった。オッケー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 、そろそろ呪い切らないと、相手ももう面倒見切れないぐらい呪いがねかかってると。おっと、トゥールラで成り打ちとかしなかったのか。そうですか、なんかありそうだな。ちょっとこれいろいろありそうで、ちょっと非常にねきな臭くなってきたな。夏ブラ出すかスナイフィル出すか。砂にするわ俺、ちょっとここで砂にして呪いでダメージ入れる。で右から2番目呪ってて、いいね、これエミリオダスだけでめちゃくちゃダメージ入ってるっていうね、呪いが強い、まあ、主人公ってことなんだけども、こういうね、アニメとかの主人公のモノマネとか1個できたらさ、やっぱさ、人笑い取れるじゃないですか。受け狙えると思うんですけど、メリオダスその点誰にでも真似できるんでいいですよね。俺でもできるということで、魔人化したメリオダスの真似します。3,2,1,5 どう、似てたって感じでね、誰でも真似できるんでね、このキャラそういうところがまあ魅力の一つかなと思うんだけど、これ右から2番目何、あれバイセかな、にしても出なすぎるけど、イグナーツかバイセのどっちかだと思われる。これちょっとブラジャはなんかコスパ悪いんで、動きとしてちょっとこっち行ってよいしょ、
あ、守護者あと一旦待ってもよかったって言ったけど、まあいいか。吸収入れて、ね、呪いも入って、さあこっから2手耐えできるかどうか。2手耐えたいな、2手耐えたいけど、若干シャバい。あー、リーに打たれる。そのリーにいいですね。2222だな。はい。レーナ・ダリア。いや、いいリーニーだねー。これ、ミクロにマメからなんか飛んできて死にそうな雰囲気。これは、てか、ワンチャン D2 で飛ばせねえかな。これ、ちょっとやってみていい？で、ワンチャン無理。行ってみるわ、ちょっと。行ってみますわ、ちょっと呪いもあるんでね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、いけんじゃないこれ、3呪いで。2500立てる。よし。ほとんどダメージ呪い。行ってこい。よーし、よしよしよし。って感じでね。まあ、メリオを初手に打って、相手のリアンツェルの X からの。ご利用者をちょっと許さないと。まあ相手もね、リアンのコンボとかトゥルラのスキルで結構回復してきたんですけど、まあ関係ないですね。呪いで全部回収しちゃったんでね。よーし、強いな。さすがメリオダス。いや、こいつのすごいとこは発動条件ないとこじゃないかな。まあもうほんと引いたらすぐ打っちゃっていい、そんなもんはね、強いに決まってるんですよ。未だにこのメリオダスを超える性能のさ、殴る系の S ゴマってあんまないよな。てかまあそもそもこいつはね、なんかこの殴りと呪いのバランスが良しというか、スキルで2呪いはね、まあそら強いに決まってるんですよね。そら強いに決まっとるやろっていうね。いやー、これ渋々コロネ切るか。渋々コロネ切ります。まあちょっとあれですね、ハンカチを噛みしめながらコロネを切って、あー、ランダイかれてる。こんなもん呪いで打開したいですね。呪わせてください。今が旬キノピオ。キノピオって今が旬なの？何？キノピオをなんかキノピオを食材かなんかだと思ってるこの人。キノピオって食えんの？まあこれとりあえず呪っときますね。メリオダス引いてくれたんで。よーし、ラリー呪った。気持ちいい。マジやってる側としてはすげえ気持ちいいけど、やられてる側は本当に不快なんだろうな。でここはスナイフィル出して良きなんだけど、メドゥーサいたらメドゥーサだ。みんな、あ、メドゥーサいた、ありがとう。音声認識システム発動、行ってこい。よし、まあ強いよね。これもシンプル強くて、ね、呪い入れて、まあでもどっちかっていうとメリオダスね、そのいつでも出せるっていうのはそうなんだけど、できれば早めに打った方がいいよね。あの呪いのダメージやっぱ蓄積して、おし投げようぜ。行ってこい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 。呪い、おい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 、暗黒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 。呪い呪い。いやー、気持ちよすぎる、マジで気持ちよすぎる。クソゲーだこれ、クソゲーだ。ファッキンファッキン。やばい、これスピード違反だ。やってるマジで。やばい、これやってることやばい。なんかすげえ悪いことしてる気分。やばすぎる。はい、メイリー引く。いやこれもう直接このスナイフィルでちょっと削ってあげて、よいしょよいしょ。呪いがどれほど入るんですかこれ。ひどすぎる。ひどすぎる。あー、これはちょっとな、とある層から批判を受けそうな、半端ねえな、ちょっとこれ。大丈夫ですか？あ、イシタル、まあそうだよね。ちょっと俺思った。イシタルちょっと怖いなって思った今。でもまあ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 。言うてこれ F に打てば耐えれるでしょ、 1.44 倍だったら。なんなら俺ここで飛ばしたいよ、なんかアタッカー引いて。マスティマン？マスティマン？アイシェ、メドゥーサから、メリオダス、オーラ呪いから、レーナダリア、ニ呪いからの、ライスとマスティマン行き強すぎ。いや、こんな状態でも対戦ありがとうと言ってくれるキノピオさんはね、さすがキノピオですね。ちょっとこれスタンプ返せなかったすまない。いやー、ありがてえわ。バカ引き強かったわ。まあでもそうだね、やっぱなるべく早めに引きたいね。ああいう感じで呪いのダメージちょっとでも多く入れたいから、まあ早めに引いた方が強いのは間違いない。コーヤンフィフィ、何そのモーヤンフィフィみたいな名前。私あんたを忘れはしないのか、悲しいけれど。アスリンか。これあの特殊のアスリンだよね。おお、うひょー、
たまんねー小松。これもあのエリオダスっちゃって、あでもこれあれか、アスリーに対して呪いあんま効かねえな。いやこれさちょっとまだ呪わないわ。あのねアスリーってさいつでも出せるスキルじゃないですか、リアンティールと違って。そのいつ出してもパスなんだパフォーマンスが変わんないから、アスリーン以外を呪ったとしてもそいつら切られてからアスリーン出されるだけなんで、あんま衣装よくねえかで思ったけど、このデッキちょっと罠駒とか入れてもいいかもしんない。呪いの駒とかをね罠駒であの阻害入れてみたいな、すごい強そうだし。とりあえずね、でもこれはね2手目のメリオダスが強いんじゃないかなと思うわけですよ。さっきみたいにもうこれつコンボも暗黒持ってるんでね、さらに呪っちゃおうかなみたいな。さあこの呪いはそんな強くなさそうだけど、一番右でしょ元から持ってる駒、変動駒とかじゃないかな。あーでも先にそっち切るっつうことは一番右後半に使いたい駒である可能性が高いな。次のターンアスリンとかでも相手目線は良かったはずなんで、まあ、ただとりあえずこれはねあのメリオダスからのメドゥーサとういまあこの時点でね呪いで861で、まあ、これを切ったとしても呪いだけで2500ぐらいはダメージ削れてるんで OK で、さらにリッチ打たれたんで、まあ、これはちょっともう取りましょう。こんなもんは取っちゃっていいんすよ。ブラで取るかセヘルで取るか、セヘルにしとこっかな。ブラもあるけど、まあ取られたところ、取られることを考えるとこういう感じで、あー呪いかぶっちゃった。うんまあいいや、これ切ってくるんじゃない、ロックか。じゃあこれあれだね、セヘル切ってよかった、臭いな。これ守護者出るからね、オッケーオッケーオッケー。うんこれ守護者出るんで、多分セヘル持ってたらセヘル出てたんで、まあ、それはそれで弱いわけじゃないんだけど、 D5 守護者の方が強いんで、じゃあこれでよかったっぽいわ。で暗黒の恐怖はまだ続きます。さあまたなんか罠駒打たれちまったが、トップ引きでアイシ引いていく。いやもうこんなもんはもう普通にレナダリアいっちゃいましょう。ほいおあレニアド、うんーなんかいいね、これすげえすごいな。レーナダリアをレニアド返されるけど呪い入れて2手飛ばししたいな。アスリーンからこっから防衛連続で来ると思えない。ああ守護者取れた。ぶっちゃけ D1 からの F3 でいい気がするね。あのレニアドのコンボを受けて、何よりこの A1 の相手のこのルキアがコンボスキルないんで、もう女もはもう殴っちゃってさあさらに呪っちゃって、ういーちょ強すぎ、強すぎるよメリオダス、やべえよこのゴマ。まあこれは勝ちですね、うん、やばすぎるやばすぎ、まあ、相手引いたのもあるし、ちょっと俺が引き強いとこあるけど言うてなんか何よりね相手がやりたいことさせてない感じがやばい。何もやりたいことできてないもんだってこれ多分ごめんな、悪かった。で代わりに魔人化したメリオダスの真似しながら謝るわ。はいということでね、今謝らせてもらいましたもう普通に心の中でごめんなさいって言っただけなんでね、もうね喋らないキャラだからね、誰でも真似できちゃうっていうか、まあそれは真似と言っていいのかどうかわからないけど、まあ、喋らないんでね何も喋らない。こういう喋らないキャラってさ他にいる？何も喋らないキャラ、超無口キャラ、なんか無口キャラはまあいるじゃん、あんま喋らないよねみたいな、ちょっとこう無口な感じのキャラいるかもしれないけどさ、でも言って喋るときは喋るじゃん、マジで喋んないじゃんマジで喋らんやん、ドラクエの主人公ばりに喋らんマジで喋らんね、よいしょ。喋らないキャラ、スケットダンスのスイッチとかもパソコン使って喋るからさ、本当に喋らない。まゆみエクスプレスをよろしくお願いします。なんだまゆみエクスプレスって、お笑い芸人か、違うかな、ちょごめん、何にも知識ないから本当にわからん。まゆみエクスプレスってなんだ。マルドゥーク、あ、あい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 、ちょ、マジあの、あれだな、お前、出勤率高いわ。ただね、これ俺、初手、いやー、これ。いや、ちょ、初手より2手目に打ちたい、俺は。
初手メリオダスから行ってマルドゥーク呪ったらクソ美味しいけど、ちょさっきみたいな感じでやっぱ風車においてさ、呪いゴリ押しが強いんじゃないかっていう。さあマルドゥークですね。んーよいしょ、マスティマほい。さあ行きましょう。ちょマジよく手駒に来てくれるね、ほんと優秀。さあマルドゥーク呪え、あーダメか。まあ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 、そりゃそうよ、そういう時もあるよ。けどこれで出したい駒じゃなければ、まあそれだけで仕事してるっていうもんよ。金馬もんはまずいまずい。ついに呪いの上振れが通用しなくなってきたな。はい、これ C6.1.7 置いときたいな。ちょっとこれはこれに行ってあげて。いやー金馬張られてんのなー。アイシェとか引いたらメリオコンボ使っていいかもしんないけど、あー痛いな。うわ悩むなこれ。行くか、すげえ悩む。ちょっと悩むなこれ、ちょっと引き見てから。スマイフィル、うわーどうしよっかなこれ。いやでもこれね、多分行かなきゃ勝てない気がする。右上から打ったとしてもさ、ちょっと相手も結構ゴリゴリ来てるからさ、なんか行くしかない気がするわ割と。 OK 呪って、それこそそう逆に金馬張られてるからこそ呪いでダメージを狙ってやろうみたいなね。アンチヘア捕食阻害入れてきた。嫌な阻害だなそれは。嫌な阻害。おっと俺もダリア引いてくぞ。どうするこれ、セールじゃなくてもう呪いでちょっと相手の動き弱くした方がいい気がする。どんどん呪え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 。うん全然マルドゥーク呪わないな。まあいいさ、言うて呪いでダメージは稼げてるから、落ち着いていきましょう。右、似て飛ばしできっかなこれ。 A4 右下 X ルートが、俺的にはある。ああ相手が似て飛ばしの構えかもしれない。そのペトラまずい、痛い。いやしかもこれアンチヒールされてるから回復できねえ。まずいか、一旦まずいか、一旦まずいか。これリーゴ打ったとしてカット入ってマスティは、いやきつ、これ2枚返しになっちゃうけど多分こっち打たないと勝てねえな、コンボの強さ的に。そうこれ呪い切られたらなんか次飛ばせない気がするから、俺が飛ばされるとかはもう2の次3の次でこうするしかない気がする。まず死んだわこれは。どんまい、さすがにダメか。まあ、ちょっと相手の金馬とペトラ強かったな。まあ、これどんまいだ。うん。これしゃあない。さすがだ。さすがに。さすがに呪いだけでね、一筋縄ではいかなかったと。まあ、しょうがないね。もう今のは完全にパワー負け。これはうん、相撲してた。俺の呪いと敵のダメージフィールドをフォースペトラどっちが強いか、相手が強かった。まあ、実際このデッキそんなに火力出せないから神デッキちょっと厳しいとこある。まあでも呪いがねオーラにかかったりしたら火力足りるんだけど。はい、はい、来た。リアンツィールはまあ捕食をうまいこと回せれば粘りがちみたいなところはいけるかも。ただ呪いはそんなに通らないかも。はい、いてーメイリー行っちゃってもいいけど、まあ行っちゃうか。はい、まあ、2手目 X のちょっと警戒みたいなところも兼ねつつ、ちょっとメイリー、はい、まあ取ってくると。早いな、トゥールラで取るのか。しかも手駒強いってことかそれ。逆に分かんない。まあでもこれまだメリーを切らず行くか。一回スナイフィルからちょっと形組んで、でメリオ行くか。てかメリオマジ手こまり来るなお前。なんかここぞとばかりずっと来てくれない。なんかこの人黙って何も言わずに来てくれるんだけど、いい男かよ。おっと全部トップなんだけど、怖すぎ。これ一応セヘル出るけどちょっと考えどころ。まあ A2 セヘルでいい気もする、正直言うと。これでいい気がする。あ待って、グノ警戒しないといけなかった。これグノまずいか。
やこれ全部トップ速出しだからワンチャングローンあるかも。でもリアンツィールにグローン俺入らないイメージだけど、来る？あ、来なかった。オッケー、持ってない。よしよしよし、んじゃメリオダスいっか。いらっしゃいませ。いや、守護者あるけど、そろそろ呪いでね、ちょっとチクッと行かしてもらいます。さあ、魔人の力。さあ、何も喋らない。マジでこいつ何も喋らない。でこの1200回復も強くて、オッケー、呪っていく。で一番右の5番まだ切ってないんで、あれがバイセとかフィニッシャーの可能性が若干ありまして、右から2番目も同様ですね。うん、周年バイセくらいも、あー、そっち打つ。まそっちはダブコン組めるけど、レナダリ引いていく。うーん、まあでもこれちょっとマイティ怖いんで、一回守護者から入ろうかな。違ったと。オッケーオッケーオッケー。まあ次レナダリでも多分間に合う。もうダブコン残ってるし、C6 入ってからでいける気がするな。いけるいけるいける。ファビオ打たれる。これ次なんだ、トリプルコンボだな。よし、これも C6 行って、トリプルコンボ組んで C2 でぶっ飛ばします。で、もちろん。もちろん追いつこまレナダリア。呪っていくぞー。それで、回復も入っていくと。いやー、よしよしよし。OK、俺のペース。さあ、これで一番右に呪っていく。まあ、こいつ、俺の読みが正しければ、イグナーツかバイセ。おそらく。よし。さあ、これは、回復されるけど、もうトリプルコンボなんでね。もうこのままぶっ飛ばします。よし。まあ、英語とか来なくてよかったな。そっちは、助かったかもしんない。これ、どっちかかるいてるんだ。あんま覚えてない。まあ、いいや、こっちにしよう。ほい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 。こいつ、踏み罠なのかな？あ、踏みだった。回復踏み罠。もう関係ない。2万すげえ。捕食マナグリでこんな火力出したの初めてかもしんないレベル。初めてかどうかわかんないけど、もうこんだけ火力出るのはなかなかないからね。オッケーオッケーオッケー。勝ててる勝ててる。てか強いな。普通に勝ててんだよな。何よりも。何よりもね、勝ててるんだよね。これすごいよね。さすがだ。いや、マジでよく来てくれるわ、メリオダス。ありがてえ。つか強くね、なんか手駒に来てるってのもあるけどさ、なんか使うタイミングが難しいとかじゃなくて、もう普通に打てばいいだけなんで、やっぱ強いわこの駒。一応こいつね、駒アップデートで本当もう気持ち程度に HP ちょっとだけ上がってみたいな強化もらってるんですけど、もうその HP の強化がなかったとしても俺多分使ってるな、これマジで強え。これやばいわ、まあ、当時めちゃくちゃ使われて本当強かったんで、こいつが実装された時、何この最強コラボゴマとか思ってたからさ、マジでマジで強えじゃんとか言ってたからさ、まあ、そのコマがね、まあ何年越しかに、まあ、4年5年越しぐらいかな、5年越しぐらいですかね、2018年ぐらいだよね、7つの大罪コラボ1、2段って、まあ、やってきたっていうことで、うん、まあ強いね。てかしかもね、俺未だに覚えてんだけどさ、7つの大罪コラボってさ、なんかその第1弾と2弾の間のスパンめっちゃ短くなかった？なんか第1弾やってもう1年経たずして来てた気がする。なんかオセロニアのコラボってなんか1弾と2弾のスパンが短い気がする割とまあ例外もあるけどね、例外もあるけど、エヴァとかマジでやばかった。なんかエヴァとか1回コラボして4ヶ月後にもう1回コラボ復興してたからねそういうあれなのか分かんないけどさ、これもう1回呪ってきますか。でこのダメージちょっと痛いけど、まあしょうがない。そう、マジでエヴァンゲリオンコラボとかめちゃくちゃ早かったんでね。ね。まあ名探偵コナンとかは何年越しかとかみたいなあったりしたけどさ。あとはなんだっけ、鬼滅のコラボの時もさ、鬼滅コラボ1回しかやってないと思われがちだけど、あれ2回やってからね、実質、なんだっけ、あれ、遊郭編含めるとね、それぐらいやってるんじゃないかみたいなところで。これは形組むか。ちょっとこれなんかリーチいけなくもないけど、この後マスティマでいい気がする。多分アルカナコンもないから、あ、オッケーオッケーオッケー。ウンディーで防衛してくるのは全然問題ない。大丈夫、その程度だったらね大丈夫。でこうスナイフィルか。さすがにここスナイフィル張ってる余裕なさ。うわー、ギルティロイ弱え。出る場所よ、どうしよっかな。スナイフィル張ってる暇あんまなさそうだな。ちょ、これで行こう行こう。うん、アルカからのウンディだからあんま手駒強くないと思いたいな。相手 F4 マイティだったし S 駒持ってないんじゃないかっていう。 OK、 S 駒持ってないっていう情報をとりあえず
仕入れつつ、実際トップで引かれたら結構やばいっていうね。どうしようかな。これちょっと頼む。メリオとか引いてくれ。よし、メリオ、音声認識。じゃあもう行こう。お待たせしました、メリオ出す。行くしかねえ。で、アイシ引いてるんでね。バチコリ殴って、さあこれ呪いがどうなるか知らんけど、まあ、これについては今の盤面だったら正直ね、メリオより、ベルゼブブとかの方が強いんですけど、めっちゃ火力出せるし、捕食もしたい盤面だから、呪いよりね。けど、マニアー、マニアー、オーマイガー。いや、マスティマ切っちゃってるもんな。これ飛ばせねえか。コロネ引いていく。呪い3つかかるけど、ね、2つか。一番右乗るんだよな。いやー、でももうこれ行くしかねえ。いや、マジか、マニアか。やられた。まさかのマニア。これ飛ばせねえな。いや、惜しかった。割と惜しかった。ウンディマニア、まあ。いや、リアンティールマニア入れてるか。これはやられたね。窓前だ。いや、ナイストライ。惜しい。いや、どうだろう。D1 からいけたかな。ちょっと悩んだんだよね。いけた臭いか。メフ4相手だったし、相手ウンディあれだったし。D1 からでもよかった説あるから。なんか右上前メイリー強いからさ、そもそも普通に。まあそれかマスティマで D1 殴って相手のウンディーネに対してメイリーのカウンターが取れれば多分それが一番強かったんだけど、まあで C2 アルカードだったし、あんま手駒強くないのかなとか思っちゃった。んだとしても普通に返されちゃったな。やられたわ。やっぱ歯茎出すとまずいのか。いや、歯茎でもないな。今のは歯茎とは言わない。普通に、なんか、安定行動しようとして、結局、パワー負けしちゃったんで、勝負してよかったかもしれないな。おっと、手駒強くね。マイシェと、アイシェとメドゥーサ。で、初手守護者あって。アイシェとメドゥーサで、初手守護者があると。これなんか2手メックス来そうな雰囲気もするけど、俺オーラ引いてるから相手目線やりづらくね。ってことで、まあ、ここは普通に守護者打ちますわ。行ってこい。で、相手は、乱領王ですね。神乱。神殴りにどこまで食らいつけるか。まあでも呪いは有効ですね。オーラ呪う可能性もあるし、あの呪いダメって、あれなんですよ。ターン開始時に、あれするから、呪うから、エンデガとかとの、あれもしやすくてみたいな。てか、捕食魔殴り、マジ、強いわ。なんか S 駒よく手駒に引いてくれるわ。マジ、神殴り使ってるのと変わらない感覚。でも実際これね、今手駒にね、今メドゥーサとレナダリアでさ S 駒2枚だと思ってるじゃん。で今パズ引いたら S 駒3枚だと思ってるじゃん。これアイシェが S 駒みたいなとこあるから、実質これはね、S 連打です。マジやばすぎ。さあ呪っちゃうよ、呪っちゃうよ。オッケー、ラン呪った。カン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 。でパズと引いてて、おっと春明そっちか。なるほど、なるほどね。一番右の駒乗るぞ。おっとちょっとこれやばい。誰か俺を止めてくれ、俺を止めてくれ。誰か止めてくれ。やりすぎるこれ。行ってこい。やばすぎる。ちょっとこれ引き強すぎるよ。まあ、一番右は確定で乗ろうね。あのレナダリアが一番右に乗ろうから。オッケー。さあただこのトップ引きが弱ければ俺のペースていうか、まあ弱くなくても俺のペース。フェイルノーとやるな。しかし大丈夫ですね。さすがにこのヘルスは相手飛ばしに行けないな。でここはコンボにバイときます。もう普通にコンボにバイときます。よし。さあこのバリア乗り越えて、ノルでダメージ入れて、次視野で終わりですね。いやまあ、強すぎ、強すぎる。これ返せたら大したもんや。無理だろこのこんなもん。あーまあデバフか。なるほど、呪われた駒ハーピストエンジェルいい駒だけど、さすがにこんなデバフはもうね乗り越えていっちゃいますよ。コンボ2倍なんで。よし強すぎる。引きが強すぎるところあるけどさ、呪う箇所とかもうなんか全部噛み合ってた。マジで。でもまあ引き強だよね。引き強だけど、引き強だけど、このなんだ S 編成にしてよかったって感じだな。ベルゼブブとメドゥーサ悩んだけど、結果メドゥーサの方がなんかうまいこと使えてる感じするわ。まあ実際 S アタッカー、あのレーナダリアとかメリオダスとかが雑に出せる駒だから、雑に出せないメドゥーサみたいなところで、序盤をね、序盤の辺置き枠としてやっぱメドゥーサ採用したいですね。うん、手駒のなんか回り方というか
マナカーブというか、めちゃめちゃいい感じに気になってる気がする。さあ、ライアーハート。相手はライアーハート。どうしよっかな。風車レナダリでもいいんだよな。初手メイリー打って、レナダリ返し打ってもいい気がする。いきます。そのね、できればね、暗黒風車に打って、まあ、コンボスキルでビビらせたいみたいなとこあるんだよね。コールドアイズ。これちょっと召喚 D さんとかがいいかな。うん、OK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 。夏ブラ引いてるんで、よし、まあ、これは一回こっち行ってよいしょ。王子様のためによいしょよいしょ。ではこれ下手したら D5 行こうかな。ありじゃね。ダメかな。ライアーハートコンボちょっと強いけど、 D5 から C6 出して E6 ブラから入るみたいな。アンチヒヨアンチヒヨ。シャラくせえな。まあシャラくさいんで C6 いきます。はい、このシャラくさいです。で、ドスアンジョスドスって名前ついたらそれはもうモンハンなんよ。最近なんかモンハンワールド、あの、同説多いらしいね。だから多分セールでなんか買えるか知らないけど、てかモンハンワールドマジで面白かったな。もう一回やろうかな。俺あの PS4 版で一回やってさ、 PS4 版でモンハンワールドやってんの。これ撮るね。これ撮ってあげて。モンハンワールドやって、で臨海ブラキで積んだんよね。俺ちょっとモンハン正直下手くそなんよ。全然なんか全然下手くそなんで、あ、もうこれ臨海ブラキ勝てねえわってなって一回放置して、で何年前かな、 2,3 年ぐらい前に、 2,3 年前かなに、なんか待ち込んで会って、あの、なんか仲良くなった男の人いて、その人モンハンやってるみたいな話になってさ、普通にちょっとなんか、あ、モンハンやってんだみたいな。でそれで仲良くなって、そう、待ち込んで女性と出会う場、異性と出会う場だと思ってるんだけど、それ一つ仲良くなって、で帰りにカラオケ行って、でその終わってから家着いて LINE 交換してたんでね。でそれ LINE して、ちょ、俺の臨海ブラキで手伝ってよって言って、それで臨海ブラキ一緒に討伐してストーリー進めてましたね。で最近俺、あの、実はね、半年前ぐらいにモンハンのワールドね、買ったんよ。スチーム版買ってさ、 PC 版感動した。あの PC でモンハンワールドクソ楽しい。何が楽しいかって、あの、もう、ロードがバカ早いのね。 PS4 の時もうロードで1分ぐらいかかってたんだけど、マップ移動、その何、クエストとか受けてさ、そのクエスト行くまでに。スチーム版もうなんか10秒かかんないんだよね。マジで早くて感動したわ。でそれで感動してやってたけど、あの、俺ライトボーガン使っててさ、まあ、ちょっと違う武器使いたいなと思って PS4 でやってた時と、ライトボーガン使ってて暗イシワルダで積んで終わりましたね。もうマジ暗イシワルダ強すぎ、あいつやばい、もう強すぎて積みました、あいつが。なやこれってなって、で最近ちょっと友達始めてきてるから、また再開しようかな。さすがにちょっともう棒眼縛りとかはやらずにやろうかな。ライトボーガンであいつ勝てる、俺が下手くそなのかもしれないけど。ということで、ドスアンジュさんありがとうございました。そのドスっていう名前でちょっとモンハンのトークをね、ここまで風呂敷が広がっちまったけど、今セールやってるらしいんでね。うん、であとなんか新作も発表されたんじゃなかったっけ、ワイルズだっけ。面白そう。一応ライズもやったんよね。ライズもスイッチ版のやつやったんですけど、まあ面白かったね。なんかマジで雰囲気が良かった。あの和のテイストというか、俺ゴシャハギが一番好きだった。ゴシャハギマジでおもろい。あいつ見た目もおもろいし戦ってて楽しいんだよ。さっき来た、ひなたさん、なんか名前ベジータみたいでかっけえな。さあベジータですね、よろしくお願いします。まあ一回これで、スナイフィル引けてて、ただこれアレス対面はね、アレス対面なんかしんどそうな気するな。呪いでダメージ稼げたらいいけど、オーラとか入ってないだろうし、俺も物理に特化してるから物理罠ちょっと切られるだけで正直しんどい気もするけど、まあ、相手アレスなんでちょっと仕打ちでいってみます。よいしょ、やばい、くしゃみ出そう、あ、やばい、あ、これ一番気持ち悪い感覚、これくしゃみ出そうで出ないのが一番ダメ。ちょ、出させて、あ、ダメだ、出なかった、くそ、
くしゃみ出したかったですね。くしゃみってそういえばあれらしいですね、一回くしゃみすると4キロカロリー消費するらしいよ。4カロリー消費だから、あ、これアレス呪ったら熱いな。メリオダス打っちゃおう。で、相手一番右あれ S ゴマだったんで、まあその回復のエグすぎ、お前回復エグすぎ。うわ、アレス呪わねえか。まあ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 、アレス呪わなかったけど気合でなんとかだな。おっと XXOK、 いやありがたいな。これあれか、呪い、いや俺分かっちゃった、これあれだ、左から2番目、あれ罠駒じゃないんじゃない。罠駒だったらビーチとか打てるやんか多分。まあ、もしくはグノー警戒で X 打った説もあるけど、罠駒じゃない気がする。右左から4番目、ラヌガか、ラヌガとかじゃない、それかなんか ラヌガじゃないこれいやこれどうしよう。とりあえず盤面取り行くか。これおっとレーナダリア引いていく。そうですね、相手このベランジェールあるんで、俺からの速攻進行はベランジェール1体で止まっちゃうんで。おっとかぶっていく、オッケー。これかぶったのでかくない、これかぶったのでかい、多分ラヌガとかだと思うんだよな。まあ、ここで使わせようぜ、使いなよ早く、こういうしょうもない盤面で使わせたい。ダメか、まあ、一旦は相手は拒否してきたね。ただこれ罠駒まだ引いてないのかな、今のでも罠駒打ってこなかった。まあ、とりあえずここ殴ろうか。よいしょ、さあ殴ったわけで、相手目線もこれアイシー引かれてるから、そろそろリペアしないと怖そうだけどね。さあ呪い入れて、ただ吸収量700でしょ、ワンチャンこれ次飛ばせねえからな。物理だけで無理か、通常攻撃だけで飛ばせたら熱かったけど、そういうわけにもいかなそう。まあでもこれ大丈夫、別に俺の HP が減るわけじゃないから、俺の HP が減るわけじゃないから、さあ、まあまあパス打つか、これコンボリバイだし、よいしょ、回復量っと、大丈夫、すげえ回復力。しかし呪って、で今相手罠駒盤面に全然出てない、どうするんだろうこれ。 OK3、 いやでもこのリペアは問題ないね、大丈夫、俺の HP が減るわけじゃないから大丈夫、最終的に盤面で勝っていければ俺のペースだし、アンチヒールとかも今のところ打たれてない。さあここもこれ取ったげて、よいしょよいしょ、さあこれもクソほど回復されるけど、マジクソほど回復されるけど、盤面俺のペースなんでね。いやこれ X 進行してくれたんでかかったな。でこうなると、まあ、右ベックスとかあった時に5枚返しが通りまして、あー OK トゥール、あーよかったよかった。これなんかね、ちょっと強めの通常攻撃罠とか来たらさ、直接飛ばせなかったらやばいかなとか思ったけど、そんなことなさ、うわーこれ行くか、5枚返し、これ気持ちよくね、行くしかねえだろこんなもん、多分俺いけると思うんだけど、この5枚返し気持ちよくね、多分こん、あ気持ちいい、これは気持ちいい、そこよく召喚してくれたわ、ナイスギルティーラウ。オッケー、クソったれー、いや強いな、なんかめっちゃ勝ってるわ。はい、オッケーオッケーオッケー、モリモリですね、やっぱ強いわ。なんか通常攻撃アップだから捕食マナグリとに入れて、まあ、ちょっとでも捕食がね、まあ、コスパいいみたいなところでね、確かにその通りなんですけど、まあ、呪いが、なんか呪いと捕食っていう、そもそもこの相性がいいな。呪いでスリップダメージ入れつつ、捕食でこっちは回復していくみたいな。で、まさかのシーラーザード。まさかのシーラーザード。どうしようか。いやー、まあ、やってっか、とりあえず。呪いで、オーラとかうまいこと呪ってくれたら美味しいとこあるけど、言うてなんだよね。オーラ呪ってもこれ耐久点、まあ、もちろん強いんだけど、早めにダメージ出さないといけないしな。さあ、これ初手ドライヤードね。で、いらっしゃい。セヘル。俺のデッキ後半、弱くなる駒あるかな？ちょっと考えるか。まあ、とりあえず、なんか相手、しかも今気づいたけど、なんか名前モールス信号みたいでおもろいな。これなんだ、なんて言ってんの、ちなみに。これなんて言ってんの、
どうすんのこれ。オクトシーラザードと。はい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 。これまあ紹介入れて、盤面 E3 来なかったら、まあ、シーラザード普通に設置してくると。どうしようかな。これメイリー残すか悩むな。まあいやでも捨てるわ。よいしょ。まあ、ここのメイリー多分取ってこないと思うんでね。まあ、取ってきてもいいや。取ってきてオバロされても呪いのダメージのアップにもなるし、うん、オッケーオッケーオッケー。で何よりね、盤面的な話、これ取ってくれた方が盤面こっちが有利な気がする。オッケー。3粘り引いてく。よいしょよいしょ。まあ、このデッキ相手を呪う暗黒、2枚減ってるんでね、とりあえず早いとこ打って暗黒まみれという感じでね、呪いまみれにしたいところなんですけど、まみれにはできないか、早いことを引いても。なんかメドゥーサ欲しいな、ここメドゥーサ欲しい。ダメかコロネ。いやこれアタッカー雑に効いたくねえな。アンネマリも切らされてるしな、あんま良くねえなこれ。この対面ベルゼブブめっちゃ欲しいんだけど。まあ、一応メリオとレナダにもアタッカーっちゃアタッカーなんですけど、どうなんでしょう。ああはいはいはい。ちょっとごめん、さなんかね、ちょっとご報告いいですか。鼻の奥めっちゃ痛いんだけど、何これこれご報告があります。鼻の奥がめちゃめちゃ痛い。なんか突き刺すような感覚なんだけど、これなんか入ったかもしれないわ。まあいいや、とりあえず実況はやめない。え、これどうする。俺さなんかこれ、いやいいや、なんかで見たんだけど、この盤面さ、なんか B1 当ててどっか打つみたいな、強いみたいな、俺なんか見た気がするんだよな。どうなんだっけ。まあいいや、ちょっとあんま自信ないからこっちにしときますわ。守護者切っちゃった。コンボ2倍重要なんだけど、マスティマはね、相当重要だと思うんでね、ちょっと切れなかったね。でどうする。めー、いやこれさすがにメドゥーサ切りたくねー、切りたくねー、メドゥーサ切りたくねーな。まあでもちょっとこれマスティマ切るか。いやなんかダメな気がするな。なんかこれ最終的にあんま勝てる気がしないんだけど、あんまり手駒はねちゃんと相性も引いてて、あれなんですけど、いい感じなんですけど、ちょっとテンポが悪い。これテンポ悪いな。ちょっと待って、テンポがマジで悪い。ちょっと考えさせてくれ。左下 X 打った時に D 中打たれて右 X 切り返しできるんだけど、左側多分全部取られるな。多分これ X 打たないと B3 打った後 D1 打たれるとなんかシャバそうだな。いやーこうなるか。いやなんかこの盤面マジ気に入らんわ、マジで気に入らん。え、ちょっと待って、俺 B3 入れるじゃんこれ相手。あ、やらかした、ま、全然気づかなかった、これ相手 B3 入れるやん。やべマジで忘れたダメだ、ちょっと待って、普通にぼーっとしてた。これ相手 B3 入れるやん、やべやばい、そうじゃん。いやこれガチでやらかした。いやーマイバット、これマジでやらかした。多分負けたなこの試合、やらかした、マジでやらかした。ちょ普通に気づかなかった、よく見たらこれ入れるわ、右下 X で B3 に。ちょ待って待って待って、ちょ待って、これ右 X って B3 を出して D6 打つしかないってこと、それしかないじゃん。もういいか。いやでも相手2呪い食られたな。オーラいい感じに引いてくれてるから、なんか呪いがうまいことあれすればなんかあるかもしれない。いやマジでやらかした、マジでやらかした、これやばい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 、もっと打つべきとこあった。しかもこの回復マスの展開マジできつい。どうしようどうしよう、火力が足りるイメージが全くわかない。いやマジきついわ、ちょっと待ってくれ、ちょマジきついわ、マジきついわ。はい、
メリを引いてく。はい、よいしょ。OK、 とりあえずオーラ乗らしてもらって、オーラ乗らしてもらって、ちょ、回復量はえぐいっす。まあでも早めにシュクレとか打ってくれてる方が楽なのかな。どうなんだろう。 B さん打ってくる。でもそうなると俺最終 F5 入れるか。ちょっと待ってね。ちょ、えぐすぎか。いやでも OK、 回復に余剰出てる分は問題ない、それはありがたい。 OK、 スナイフィル引いてく。でここはカドスナイフィルにしよっかな。よいしょ、もう一回乗ろう。まだレーナダリア引いてない。でこれね、レーナダリアね、コンボスキル相手の一番右のオーラ確定で呪えるから、そこも視野に入れておきたい。OK、 呪い入れて、いやワンチャンあるのな、これワンチャンあるくね。相手だってさ、 D さんの黒石を白にする手段がないんで、ワンチャンありそうな気するけどね。あと思ったけど、これあれか、 B6 右下 X 打たれるとやばいかな。これ俺先に F5 打った方が、いやーでもこれそうだね、もうメデューサだから F5 打った方がいいな多分。ほんと右下 X 打ってみたいな感じも考えたけど、まあこうするか。よいしょ。で、そうね、これ B6 来るな。 B6 からの右下 X かな、相手目線。あーだよな。でちゃんとオーラの、うん、そうだね、乗られたオーラ捨てていく。いや盤面こっからさ、レナダリ引いてく。いやーこれいや火力差そんな変わんないか。ちょっとこれ一世一代の賭けか。あーと思ったけどこれ無理だ。ちょっと待って、ダメだ、お前コンボ発動しねえわ。いやこれ B さんダブコン行こうと思ったけど無理だ、やべえ、やらかした。お前コンボ発動しねえや。あ、終わった。今これレナダリ打つべきだった。あ、やらかした。いやでも行くしかないな。もう行くしかないな。もうこれもう行くしかないわ。もうここで F1 打ったところで絶対火力足んないよね。行くしかないね。行くしかないね。やらかしたー。先にレーナダリアだったわ。ガチでやらかした。もうでも行くしかねえわ。俺ら呪って、俺ら呪くらえ、呪くらえ。いやでも絶対これ火力、いやもう火力えぐいよね、これ多分。でも結構火力切ったな。相手多分アンチヒール警戒で、なんか早めにスキル使ってくれたイメージあるけど。まあ、E1 来るよね。E1 来て F1 打って B1 打たれて、F、俺が A1 で飛ばせるかどうか。結構削れたけど、どう？結構削れた。うわ、えぐ。で、これ最後 A シスで終わりじゃん。あ、終わった。いやー、これ F6 のスナイフィルなー。メドゥーサにしとけばよかった。あー、ちょ、ここまで盤面見てなかったな。ちょっと考えるか。まあ、こいつから切るべきなんだけど。F1 でいいか。そうだね。うん。はい。F1 やね。いや、でももうこれ負けだ。さすがに負けだ。無理だ。相手が手すべて A に打ってくれれば俺。それでもなさそう。多分イシスなんだよ、あのコマ。イシスじゃない可能性あるんかな、これ。もしかしてめっちゃ弱いコマだったりしない？イシスやんけ！もう無理無理無理。あー、ミスったー。 F6 メドゥーサだったらいけたかも。えぐすぎ回復力。うわー、ミスったな。ダメか。そうか、スナイフィルお前コンボ条件あったわ。先レナダリだったな。いやでもそこはもう、うん、変わらんな。どうせ最後イシスだし、多分。いや変わらんな多分。あー、惜しい。これ F6 スナイフィル切るべきじゃなかったわ。絶対メドゥーサだったな。ちょっとこの盤面になるかどうか想定してなかった自分が悪いですね。ってことで、まあ終わるか。ちょっと最後耐久来ちゃって、てかなんか最近あれだな、耐久多く、ね、
俺なんか動画撮るたび耐久になってる気するんですけど、まあ実際このデッキね、呪いはまあ有効なんでね、耐久には悪くないですね。アンチールとか入ってないけど、まあ勝ちかけたんでね、まあでも負けたのは俺が悪いな。あれはちょっと俺じゃなかったら多分勝ってるんで、よかったら皆さん使ってみてはいかがでしょうか。このレーナダリアメリオダスっていうクソウザ暗黒捕食デッキ、いや意外とあると思います、これ。まあ、別にレーナダリアをベルゼブブとかに変えてくれてもね、全然構わないんですけど、まあ外役とはこっちの方が高いんじゃないかなと思うのでね、よかったら使ってみてください。あとレーナダリアとかね、初手から打っちゃっても OK みたいなとこもあってね、めちゃくちゃなんか手駒がぬるぬる動いたわ。もう全然事故らんかった。まあ、初手コロネキルとかはあったんですけど、その後もうぬるぬるでしょうがなかったんでね。マジで強いんでよかったら使ってください。ということで、この動画面白かった人、高評価、チャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。